ヤマハ SS、見事優勝カーナンバー7番 RS1 大島亮介選手おめでとうございます第2位カーナンバー56番フラックスモータースポーツ角日向選手おめでとうございます第3位カーナンバー29番トレンタクワトロ名古屋松浦康生選手おめでとうございます第4位カーナンバー1番樋口レーシングチーム高村博弥選手第5位カーナンバー51番アッシュ加藤達彦選手 そして第六位は八十一番スーパーレーシングジャンキー井原氏文太郎選手ですおめでとうございますどうぞご登壇くださいはい六選手お揃いになりましたそれではまずはじめにトロフィーの贈呈でございますプレゼンターは大会役員を代表して小宮山秀幸審査委員長にお願いいたします それでは最後まで諦めずになんと20万グリッドからの優勝大島選手はおめでとうございます続きましてこちらも揉まれながら揉まれながら最後まで諦めない走りをしました隅選手です第3位チェッカーを受けた時に喜び爆発してました松浦選手おめでとうございますそしてなんと第4位はセカンドチャンスヒートから 2戦連続予選でトラブルありましたがしっかり取り戻してきました高村選手第5位常に上位にいました加藤選手とそして鈴鹿にも挑戦してきてくれています井原志文太郎選手ね山形にいい報告ができますねはいトロフィーの贈呈でしたそれでは続きまして鈴鹿サーキットショーです優勝大島亮介選手には国際南コースのスポーツ投稿無料券が贈られます はいおめでとうございますはいありがとうございましたそれでは続いてシャンパンセレモニーです3選手にシャンパンが贈られます3選手お揃いになりましたらシャンパンファイトしていただきますよろしいでしょうか トップツーがファイナルラップでまさかのというところでラッキーも掴んだ三選手にありますそれではシャンパンファイトどうぞはいおめでとうございます横からなんかかけに行ってボケツ掘ってるドライバーもいますがいいかないいかなかかったかなはいおめでとうございましたそれではフォトセッションになります四位から6位までのドライバーももう一度横にお並びください はい、いよろしいでしょうか。はい、では前向いてにっこり笑ってくださいね、今日は予選落ちも出ましたし、SL 全国大会に向けてますます激しくなっていくと思われます、ヤマハ SS クラス、見事優勝、大島亮介選手、第2位、住日向選手、第3位、松浦康生選手と、高村選手、加藤選手、五十嵐選手、本当におめでとうございました。